原が入れて北川落とします。石毛、松原が来た、グラウンダー中入れて金子、追いつきました。清水エスパルス左サイド攻略、フィニッシュは金子、崩しました ね、 そうですね。それいかがでしたけども、ちょっと前節から気になったのは同サイドのところがマリナスはちょっと空くなと、はい、3バックいるのでこれだとチアゴになると思いますけど、もう少し早くボールサイドまで出ていいのかなというところはありますけど、まあ、うまく、ね、ワンツー使いながら突破しましたし、はい、まあ、右から中央まで金子が入ってきて決めてますからね、はい、このクロスもチアゴのカバー抜けてますから、ちょっとまあ技ありの部分もありますね、はい。